は元プロデューサーの柿内彩子です。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、今日は松江区の左右の毛量の見え方を調整する仕方についてご説明させていただきます。私のインスタのコメントでも結構来ていた質問なんですけども、松江区をつけても同じように例えば100本つけて50本つけてもいつも右だけ減ってしまうんです、少なく見えるんですとか、まあ毛量をですね、同じように均等につけてても均等に見えないっていう方が非常に多くて、そういった質問を受けるんですけども、まずそういった方に私たちサロンではご説明しているのは、まず右目と左目長さもやはり均等ではありません。ほぼほぼ一緒の方もいるんですけども、左右差でもすごく差が開いてしまっている方がいるので、そういった方に同じ本数ずつをつけたとしてもですね、同じ6畳の部屋に10人いるのと10畳の部屋に10人いるんだったら全然人口密度が違うじゃないですか。それと一緒で毛も同じ本数つけても人口密度が違うので、目の幅が広い方が隙間が多く見えてしまうんですね。なので少なく見えてしまうんですよ。なので目幅を知って100本つけるって決めたら40本60本とかにして、狭い方の目幅の方を少なくつけて大きい方をたくさんつけるとかして、毛量の調整をして見え方を均等にさせていくっていう方法をお伝えしているので、まず自分の目幅がねどれぐらいかっていうのをこういった物差しとかで測ってみるとすごくおすすめです。あとアイリスさんに私の目幅ってどっちの方が広いですかって聞くと多分答えてくれると思いますので、毛量を調整していただくとかで、あと目のまぶたの形とか開き方によっては長さも変える方、目尻は右目は 12mm までつけているけど左目は 13mm つけてちょうど同じぐらい見えると、うち のタレントで来ていただいているメミアンナさんとかも本当に1ミリ単位でこだわりを持たれていて、均等に合わすために、実は左右差アンナさんは違うんですけども、私のインスタグラムとかでもね登場させていただいてるんで、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、なのでまあそういった形でミリ単位にこだわりまくる方ほどやっぱりそういう左右差って気になってくるので、メイクで描くよりもマツエクの毛量で調整するっていうのは不自然にまた見えないのでおすすめさせていただいてますし、あとですね、まあ寝相で毛が擦れてしまって細くなってしまっている方っていうのも毛量少なく見えるので、そういった方も調整していくっていうことは大事です。まあ、私のお客さんとかでも私は最終調整で最後の10本ぐらいつけるときは均等にしていく、見た目で50本50本って決めたり60本60本って決めるではなく、まあ、100本つけてプラス20本つけるんであればあとの20本をこう調整しながらつけていくっていう方法でやっているので、こういった風なことをちょっとアイリストさんと話し合っていただくとより左右差がなく綺麗につけれるのでおすすめです。今日もご質問いろいろいただいた中からやらせていただきありがとうございました。今日はですね、松江区で左右差を均等にさせる方法についてお伝えしましたが、これ以外の松江区をしていていろんな悩みって皆さん持たれてると思うんですけども、ほとんどのことをお答えできるかと思いますので、ご質問いただければこれからもどんどんお答えさせていただくのでよろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。